じゃあおろした身を焼き物用の切り身にしていきます。で、これ皮にちょっと軽く切り込み入れて、こうすると身がちょっと締まってちっちゃくなったりとかを防ぐっていうのと、あと味入りやすくなる。で、この切れ目から魚自体の油って、この皮と身の間に入ってるんですけど、この切れ目から、油がにじみ出てきて皮パリッと焼けるようになるんですよ。だこの状態から焼き物用にカットして、でこれ幽庵寺、和食の万能のタレなんですけど、肉にも魚にも合う幽庵寺っていう字にこうやって浸していきます。これ大体1時間ぐらい、こんな感じでね。じゃあこれで漬けときます。よし。じゃあさっき、漬けておいた金目鯛の切り身をね、これしっかり使ったんで、これ串を打って、焼いていきたいと思います。はい、串打ち、これご家庭でやる場合はオーブンで焼けますから、オーブンで200度いくかいかないかぐらいで、8分から10分ぐらいで焼けちゃうんで、そんな風にして焼いたらいいかなと思います。これでね、炭火で焼いていきたいと思います。はい、はい、じゃあ焼いていきます。この幽庵寺っていうのはね、幽庵さんって人が肉とか魚とか何でも合うようにって言って、万能のタレってことでね、昔から日本料理では使われてる秘伝のタレなんだけど、でこの割、タレの割合は説明の方に載せさせていただきますんで、基本的に酒と醤油とみりん の合わせたもの、やっぱりいろんなこう、最近だとスチームコンベクションとか、まあ、オーブンとかももちろんそう、サラマンダーとかもね、いろいろあるんだけど、やっぱりね、炭で焼いた魚がね、なんせ一番うまい。もうその遠赤外線っていうのかな、とにかくね、この火力とこの香りで、基本的になんでこの炭の香りがつくかっていうと、ざっくり言っちゃうと、この灰を、また灰が少しかぶってる部分、でこの灰っていうのはもうミネラル、成分がミネラルだから、すごい体にはいいらしいんですよ。なんせこの香りがね、他の調理器具だとね、どうしても出せない。でこれ幽庵寺すごい焦げやすいんでね、気をつけながらゆっくり焼いていくんだけどね、これ七輪で焼いたら美味しいかもね、家で七輪で焼くならちょっと離さなきゃな。で焼くときにこれ一気にこう、その乗せたままで火通していこうと思うと、中まで火が入る前にこれ表面焦げちゃうんで、
これ、ね、肉でよくやると思うんだけど、これ6分とか7分まで焼き上がった頃に一回休ませちゃう。あのアルミホイルとか包んで、そうするとこう余熱でしっかりね芯まであの火が入ってって、で表面のね温度下げながら焼いていくんで焦げすぎないっていうね。でこれ途中途中あの U 安字、残った U 安字ねこうやってかけてやるとねしっかり味が乗って、でこれ途中でかけてやることによって表面の温度も一旦下がってね焦げづらくなる。こんな感じでね、炭好きなんだよね、もうとにかく。だいぶいいでしょ、こんな感じで。これでいくと焦げてきちゃうから一旦休ませます。こんな感じで極端に言うとあの常温に戻るまでこうやって休ませちゃっていいです。じゃあ一旦休ました金麺をいっぱいね焼いていきます。もううまそうだけど、これもう中まで火あの余熱で入ってるんで本当に表面さっと焼き直してやるようなイメージで7分ぐらい入ってる。家でやんだったらあれかな、オーブンでご飯185度とかで焼いて、まあ、一旦休ませてで温度上げて焼き目をつけるって感じになるのかな。もう嘘だよ、こんな感じで焼けてきたんでね、これで仕上げていきたいと思います。ほら、こんな感じで、ね、じゃあ盛り付けていきます。まず串抜いて、うまそうだな。添えてやろうか。こうかな。ね、はい、完成。